東京都立野州高等学校は、東京都品川区東品川三丁目に所在する、都立高等学校、旧政府立第8工場を前身とする。現行名の由来は、1939年に、単科部とその開始の名前から、第8の八の字と東京湾を間近に見られる、環境からと、東京湾のそれに由来する、八重お字。 八百塩の古語の中に八シを選び出したことに橋を発する。それが同窓会の名となり、学生改革により、新生高校に改組される際に新校名として制定されたが、学校の所在地は八シではなく、東品川にある。合唱の古語であり、NHK 全国音楽コンクール高等学校の部の初代優勝校でもある。運動部では、弓道部が、 東京屈指の競合校として有名で関東大会出場の常連校。校内には弓道場の設備も整っている。同校のセーラー服は当時在学中であった薬師丸広子が映画セーラー服と機関銃出演時に着用されていた。ヤシオ巻キと呼ばれるセーラー服のリボンをねじって結ぶ習慣がある。また体育の授業の準備体操として行われる。 シ潮体操は男女別々の動き方をする独特のものだったが、現在では継承されていない。2010年より大規模な校内改革を実施。大学進学希望者を全面的に支援するため、放課後講習や塾講師による土曜講習、さてライン授業、勉強合宿などを取り入れたアドバンスシステムを導入したほか、品格のシ潮を目指した生活指導の徹底。 スポーツ、文化推薦の実施などが行っている。生活指導では、紙染め、ピアスなどを全面禁止にし、直すまで学校に入らせない、厳しい指導をしている。平成22から24年度、教育委員会から学力向上開拓推進校に指定される。東京屈指の競合として知られる、弓道部や古豪の合唱部などが特に盛んである。2011年度は、 合唱、茶道、和太鼓、弓道、陸上競技で特別推薦を実施する。現在次の運動部が存在する。現在次の文化部が存在する。現在次の同好会が存在する。ありがとうございます。